もうこれタラガトンネル、はい、見えてきましたね。230キロで、これ出たとこすぐ左やわ。タラガトンネルってすぐ左、25度、これ左25度です。名もなき池こっちって書いてるわ。ちゃんと書いてるやろ。今日人多いかもな。な。パンパンって言った。板取川で釣りをする人たち。国道256です。ここがそういうなんか観光名所になってるってことな。そうそう、今ね、なんか注目スポット。ああ、名もなき池。うん、で通称がモネの池。だってこんなとこやで、田んぼが、水田があって水林があってっていうとこなんだけど、ここがこんなに人いっぱいいるっていう。しかも僕らは大阪から来てるというこの事実。あ、ちゃんとこう駐車場がなんかなんとか観音っていうのもあるね、これ。タクシーの白谷観音だ。本当はここやねんな。この観音さんをお祭りしてるのが、そこかな、はい、そこかな。けどなんか今はそのモネの池書いとるやん、モネの池でね。行きましょうか。名もなき、これに今から行くんですけど、あのやっぱりドローンは禁止ということでね。今回僕ドローン持っていけないんですけど。なるほどね。これがこれで客が来てるという場所ですね、ここね。なんていうのかな、近藤神社っていうのかな、根道根道神社っていうのかな。確かに綺麗ですねこれ。あ、結構立派な鯉が泳いでる。この池の周りが遊歩道になってて、皆さん観光に来てるっていう感じかな。ね、トンボさんが。あの赤い花がいっぱい咲いてたらな。ああ、そうやね。あの、あそこに。時期によってはハスの花が咲いてて。ハスはもうちょっと早い。7月とか。夏やな。ああ、夏か。なるほどね。あ、でも綺麗やん。うん、ええやん、ここ。小鯉がおる。すげえな。確かに神社だけやったら、まあこんなに人は来ないよね。あ、すごいな。いや本当にこの あのあそこにほらハスの花がちょっと咲いてるやん。あれが綺麗。あれな。本当あの目玉ってすごいよね。まあ、お前ちっちゃいのおるな。おるやろ、うん、子供が。赤い鯉があったらやっぱ入るな。そうやね。赤と金が。うん、まだセミ鳴いてるね、これ。つくつく帽子が。さすが27だよ。それにしてもすごい人やな。今池の対面に来てるんですけど、もみじがね、もみじの木がいっぱい並んでますんで、これ多分もうちょっとあと2ヶ月ぐらいしたらめっちゃ綺麗に紅葉になると思います。その時ね、また多分人がもっと増えるんかな。いいっすね。ほらこの人ですよ。すごい。反対側の方がというか向こう側がまあ入り口、出入り口なん でみんな写真撮ってありますね。ここのものを食べてるというよりも、言うたらでっかい生けすみたいな感じだよな、これ。水槽というか。ああすごい、やっぱお腹空いてるわみんな。これ良くない、このしめ縄と石取りのかっこいいよこれ。しめ縄も結構新しいですしね。ちょっと階段登っていきます。これが鵜飼の時の。ああ、なるほどね。今ちょっとお賽銭させていただきました。なんかなかなかね、立派なこれ神社ですよ。ここは神社というか寺になるのかな、これよくわかんないですけど。でこっから下を望むと名もなき池ですね。まさにほんまに名もなき池なんでしょうね、多分ね。本当にこれあの PR の勝利だと思いますね。この場所にね、こんだけ車が来て人が来るなんて絶対ありえないことでしょう。まあ、昭和初期ぐらいにね、これぐらい逃げ帰ったかもしれないんですけど、今平成の世の中ですからね。すごいねこれは。まあ、実際池は綺麗でしたけどね。
ふつく帽子。いやね、急にね雨が降ってきたんでちょっともう退散するんですけど、今ねあの地元の方にお話聞いたところ、だから、ね、2015年の10月ぐらいからめっちゃお客さん来るようになって、でその前にアマチュアカメラマンの有名な方がここの池の写真でそのグランプリを撮って、で、まあ、そこから多分 SNS とかで拡散して、で2015年10月ぐらいから一気に人が来るようになったっていうね、なんかそういう場所らしいです。だから地元の方にとってはあんまりあの観光地っていうイメージはないらしいんですけど、ただ実際にそうやって、まあ、ただの宣伝でこう人が来るっていうのは本当にあの、まあ、コンサル的な観点からも、そういう広告的な観点からもね、あの見られたいなという感じはいたしましたね。結構雨が降ってきました。じゃあ車戻って今から、まあ、どこ行くんかな、昼飯食いに行くんかな。でなんかその方はね、あのカメラマンの方は風景専門のなんか雑誌のグランプリを撮られたみたいな話もしましたね。さあ、どうだろうかな。ここね信号がないんでね、渡りにくいのが難点なんですけど、うん、まあ、地元の方と、なんだろうな、この観光客とのなんか圧力はないかもしれないんですけど、駐車場は確保しないとダメって言ってましたね。やっぱりいい場所でした。本当池も綺麗でしたし、岐阜ナンバー、名古屋ナンバーで、あ、習志野ナンバーとかね、鈴鹿ナンバー、三河ナンバー、やっぱり東海地方、福井ナンバーとかね、ありますね。大阪から来てるの僕らぐらいかな。野田ナンバー、岐阜ナンバー、静岡ナンバーとかね、あります。あれ、ほら、いいね。これが鮎ご飯か、伏せ物編なんですよね。鮎飯、これが鮎飯です。愛媛の鯛飯。